続きまして、赤コーナーより青崎ドンスターです。川崎フロンターレに所属、フロンターの入場です。そして赤コーナーのセコンドは先ほどご紹介いただきました。
とにワンタッチとして行われます。今度は地元の伊予観光マスコット伊予観光君が基本としてチームに入れます。急にやる気なくなってるぞやる気ないのに見せるテンポカンタが出す。それではラウンドにカウント途中ストップしてのテクニカルノックアウトタイムはラスト2ラウンド2分59秒ラスト2ラウンド2分59秒1秒残しての TKO 勝ち勝者赤コーナー日本マスコット級初代タイトルマッチ勝者初代チャンピオン川崎フロンターレ所属インタビューができない代わりにプレートが用意されているです。僕は誰の挑戦も受けるということです。フロンタ君、誰の挑戦を受けることになるでしょうか。初代チャンピオンは川崎フロンターレの地元凱旋となりました。フロンタ君がチャンピオンでございます。一方、僕はまだ立ち上がれないようですが、パンチが効いたのか、スタミナがいいか分かりませんが、NHC 所属の一平君、ちょっと動けないようです。サンタが呼んでたのか、とても歩いて退場できる状態ではないです。NHC 所属、一平君、サンタでの退場となります。頑張りました。皆さん、大丈夫です。全然ブランチでやりました。リペイクの皆様、盛大な拍手をお送りください。そして、見事、日本マスコット級初代チャンピオン、改めて紹介いただきしましょう。川崎フロンターレ、フロンター君に盛大な拍手をお送りください。そして、次は、お隣、育ち陸上競技場等で川崎フロンターレの応援も務めてくださっております。ぜひ川崎フロンターレの応援もよろしくお願いいたします。フロンターレ君、そしてリングサイドでは
これすべては現状は同時に戻らせていただきます。次の第5試合赤コーナーより出場いたします川崎にいたしまの佐々木明彦選手に激励です。球技会社司法務代表取締役田村直樹様。